どうもです。親父の買い物報告の時間でございます。今日はね、まあ別に定時で帰ってきたんですけど <coughs>、ちょっとね、またね、やっちゃいましたね。ほんとね、親父のバカさ加減にはね、父ちゃんが切れて涙も出てくる。はい、これが分かる人は大体私と同世代です。<coughs> っていうのもね、 まあ買い物、今日ちょっと行ってきて、まあ、ちょっと動画もあげたかったんで、行ってきました。で、まあ、ご飯がね、全然冷蔵庫にあのおかず系がなかったんで、なんかいいものでもあればなと思ってね、行ってきたんですけども、まずちょっとね、これから行こう。駄菓子、駄菓子屋よっちゃん、チビソースカツ。まあ、30円引きだったんで、私ね、ビッグカツが好きなんですけど、 これ、よっちゃん以下のメーカーのやつなんだね。なんか、おたふくソースかけましたみたいな感じでね、あの、買ったことなかったのと、まあ、安かったんで、ちょっと購入してきました。でね、今日のスイーツ何にしようかなと思ってて、昨日ね、えっと、生チョコパイっていうのを食べたんですけど、それとね、最終選考にまで登ってね、破れたのがこっちのね、ザクゴロアップルクッキーシューっていうのがあって、これめっちゃうまそうだなと思ってたんですけど、 まあ生,生チョコパイにはちょっと勝てなかったんですね。で、今日もね、これ50円引きで安くなってたんで、今日はこれを購入してきました。そしてあとはね、まあセ、セブンイレブンさんの千切りキャベツでございますね。108円ぐらいです。洗わずそのまま食べられ,食べられると書いておりますけど、ちょっとね、水洗いすると、水分がね、戻りまして、えー、 みずみずしくね食べることができますちょっとひと手間なんですけどもねやるとやらないとじゃあ大違いということででちょうどねあの割引はし始めてたんで今回ねこれちょっと気になったんで買ってきた焼き鳥ここで焼き鳥はね多分食べてないと思うんだよねいつも塩はあるんだけどタレがなくてまあ言うほど安くないんだけどまあ20円引きぐらいだったらね日本入りちょっと試して試しに買ってみようかなと思ってね今回ちょっと買ってきましたで カニクリームコロッケ、ズワイガニのクリームコロッケもあったんで、これね、この間食べたっけ親父、この間食べましたっけあれ、ここのズワイガニだったかなでもなんかパクチーじゃねえや、あの、パセリみたいなのが振ってあるから、多分これじゃないのを買ったのかなやばいな物忘れがね、ひどくて困っちゃいますけども。はい。えー、堺湾。堺港堺湾さん 境港全然地名が分からない。この、これと、この土地、ここ何ですかね、これ。何県でしょうかね、これ、ね。うん。申し訳ありません。<laughs> いい年したおやじがよく分かってなくて申し訳ありません。ただ、当時、桃鉄にはまってたときは、私はもうすべて網羅しておりましたけども。で、でですよ。でですね。 あのー、これを買ってきました。厳選三元豚ロースカツ。これね、まあ、買わないのいつも高くてで。ちょっとちっちゃいのよね、薄いといいますか。ただ今回30円引きってことだ30引きってことだったんで、まあ、200円ぐらいだったらちょっと食べてもいいかなと思って、食べたことなかった。まあ、昔は食べてたかもしれないけど、本当ね、だいぶ食べたこと 食べた思い出がもうなかったんでね。で、結構大きめのがあったんで、その中でもね。今日はこれをね、食べようかなと思って購入してきました。で、ここでね、まあ帰る予定だったんですよ。キャベツの千切りも買いましたし、ご飯のおかずとしてはね、もう上々ではないですか。うん。はい、もうお財布の中もちょっとなくなってきてるし、じゃあもう帰りましょうかなと思ったんだけど、そうだ親父 野菜ジュースを買ってなかったなぁと思って、野菜ジュースを買いにね、別のスーパーに行ったんです。えー、っと、今回お惣菜買ったスーパーで買うより、60円ぐらい安いのかな ?5、60円ぐらい安いんですよ、このスーパーの方が。でも、まあ、野菜ジュース買って、他になんか、ちょろっとお肉かなんかを買っとこうかなと思って安かったら、そこね、半額とかに生肉が良くなるんで、で、ちょっと置いといて、明日のご飯とか、 まあ、そういう感覚で行ったんだよね。うん。そしたらね、また買っちゃった。半額祭りがやってたのよ。<coughs> やっぱり、あの、最初のスーパーでもたついてたからさ、どんどん時間が経ってきて、で、まあ、つってもね、いつもよりはちょっと早い時間帯でやってたね。だからね、もう父ちゃん呆れちゃうわけですよ。うん。そしたらもうだって半額祭りだからさ、買っちゃうんだよね。うん。まあ、とりあえずもういろいろあったんだけど、 まずこれね、私、春巻き好きなのよ、めっちゃ。もう最近作ってないですけど、昔ね、めっちゃ自分で春巻き作るぐらい好きだったんですけど、まあ、半額でね、3個入りで100円ぐらいなので、1個当たり30円なんでね、購入してきました。そしたらさ、隣見たらこれがあったのよ、今度。うまみたっぷりの柿、柿フライですよ。先日ね、どうしても食べたいっつって買ったのに。 半額だったらまた買っちゃった。ほんとね、ほんとにね、バカですよね。なんかもう買うことにより満足感を得られてるんですけど、で、これね、これもうね、大体30%ぐらいでもちょっとあると買うんだけど、美味しいんでね、もう半額だから買った、この骨なしフライドチキンは本当ジュ、ほんと肉厚でジューシーでね、これ美味しいんですよ。 もう冷凍にねだからこの揚げ物関係も,も全部どうせ食べられないんだから冷凍に小分けして入れといてまあお弁当に持っていくなりねちょっとおかずがない時に食べようかなっていう部分ではもちろんあるんですけどもで何がバカかっったらこれがバカなんですよ最後の商品なんですけどはいまたね またとんかつ買った <laughs> 半額だったんでとんかつ買ったでしかもさこの切り身の部分がさほらあの肩ロースのとんかつだったのよでこのとんかつはうまい美味しいのねうんでもさ買ってるじゃん 30パー引きで3元豚まあいいのよ冷凍庫に入れたり冷蔵に入れたりしてすぐ食べるわけじゃないからいいんだけどもバカさ加減ですよね本当にねうんうん満足なんですうん満足ではあるんだけどどこかで何かが引っかかる部分はねちょっと残しつつ、まあ、とりあえず今日はねご飯チンして これ,をこれは食べるこ。この焼き鳥はもう食べたかったんで、これは食べるでしょ。で、このカニクリームコロッケも気になってたから食べる。うん。あとは、このね、普段食べないとんかつ、これも食べる。もう全部は食べない。で、春巻きを1本食べる。春巻き1本食べる。で、かきフライをちょっと食べる。 えっと、もう一個のとんかつとチキンは冷凍いきです。以上でございました。ご視聴ありがとうございました。それではまた。明日はちょっとね、明日はというか時期列がまたずれちゃうからな。明日はちょっと楽しみなイベントをね、自分の中で作ってるんで、明日はお休みなんでね、うん。そういうことを楽しみ、楽しみを想像、妄想しながら美味しいご飯を食べようと思っております。それではまた、バイバイ。